抱きしめてもいいか。それだけでいい。抱きしめる以上のことはしないから、少しだけ。しまった。いや、さっきナイトメア様を襲ってきた刺客の相手をしたんだが、その時にスーツが少し破けたらしい。今気づいたんだが。え、ああ、大丈夫だ。スーツ以外に被害はないからな。心配してくれてありがとう。君に心配してもらえて不謹慎だが嬉しいよ。俺だから心配してくれたんだとしたらもっと嬉しいんだがな。まあ、君にそこまで求めるのは酷というものだろう。君は優しい子だから。しまった。いや、さっきナイトメア様を襲ってきた刺客の相手をしたんだが、その時にスーツが少し破けたらしい。今気づいたんだが。え、ああ、大丈夫だ。スーツ以外に被害はないからな。心配してくれてありがとう。君に心配してもらえて不謹慎だが嬉しいよ。俺だから心配してくれたんだとしたらもっと嬉しいんだから。まあ、君にそこまで求めるのは酷というものだろう。君は優しい子だ。ドアの声が聞こえるんだ。今でも聞こえるのか。もし聞こえても誘いに乗らないようにだ。君にとってどちらが幸せかは知らないが、俺は君を手放したくないんだ。まだそんなことを言っているのか。よく区別がつく。顔なしを見るのは疲れるだろう。君は目がいいんだな。視力の話じゃない。顔なしを見ることができる目を持っている。そういう人間は少ない。見えないものは多い。見えないことを気にかけないものはもっと多い。だから君はこの世界に入ってこられたのかもな。よそ者にそういう人間は少ないと聞く。みんな忙しいんだ。過去を振り返って、過去にとらわれているんだ。
顔も覚えていないと言っただろ。今しているような恋人の真似事ではなく、いや、ならないな。君と遊んでみる気にはならない。どんなに着飾って軽い女に見えたとしても、大人で後腐れがなさそうに見えても、遊ぶ気は起こさない。今も昔の俺であっても、きっとそんな過ちは犯さなかった。昔の俺なら本気になっていただろう。惚れて昔の俺なら遠慮などしなかった。ちゃんとした大人の遊びと言ったが、そんなことをする必要はない。今の方がきちんとしている。昔はだらしがなかっただけだ。昔の俺みたいなやつに君をやりたくない。過去の俺も含め誰にもやりたくない。君にはドアの声が聞こえるんだろう。今でも聞こえるのか。もし聞こえても誘いに乗らないようにな。君にとってどちらが幸せかは知らないが、俺は君を手放したくない。出かけるのか。今でなければならない用事ではないだろう。だったら外出するのはやめてくれないか。俺のそばにいてほしい。抱きしめてもいいか。それだけでいい。抱きしめる以上のことはしないから。ナイトメア様はその気になればすぐに仕事を片付けられるんだ。片付けられるはずだ。そう信じたい。信じるくらいは自由だろう。しまった。いや、さっきナイトメア様を襲ってきた刺客の相手をしたんだが、その時にスーツが少し破けたらしい。今気づいたんだが。ああ、大丈夫だ。スーツ以外に被害はないからな。
心配してくれてありがとう。君に心配してもらえて不謹慎だが嬉しいよ。俺だから心配してくれたんだとしたらもっと嬉しいんだから。まあ君にそこまで求めるのは酷というものだろう。君は優しい子だから。最近頻繁に出かけているようだが、どこに行っているんだ。俺に何も言わずに出かけて。心配するから行き先くらい行っていけ。俺への、そうか、ありがとう。だがそうだな、やはり心配なことに変わりはない。次からは俺も一緒に行くことにしよう。構わないだろ。ナイトメア様はその気になればすぐに仕事を片付けられるんだ。片付けられるはずだ。そう信じたい。信じるくらいは自由だろう。君といると落ち着くよ。落ち着くというか、ひどく安らいだ気分になる。会合の後は気を引き締めなければいけない時期だというのに、こんなことではダメだな。だが、君のそばを離れる気にはなれない。自分のことながら困ったものだ。ナイトメア様はその気になればすぐに仕事を片付けられるんだ。片付けられるはずだ。信じるくらいは自由だろう。君といると落ち着くよ。落ち着くというか、ひどく安らいだ気分になる。会合の後は気を引き締めなければいけない時期だというのに、こんなことではダメだな。だが、君のそばを離れる気にはなれない。自分のことながら困ったものだ。ナイトメア様はその気になればすぐに仕事を片付けられるんだ。片付けられるはずだ。そう信じたい。信じるくらいは自由だろう。抱きしめてもいいか。それだけでいい。抱きしめる以上のことはしないから、少しだけ。そうだな、終わった。ようやくな。おい、そうだな、普段着ない服を着るのは少し疲れるだろう。お疲れ様。しばらくゆっくり休むといい。おい、君はいい子だな。ありがとう。今日くらいはゆっくり休むことにするよ。また明日から仕事に追われる。会合期間中よりは減るにしても、量が多いことに変わりはないからな。おーい！気持ちだけ受け取っておこう。君は今でも十分に手伝ってくれているからな。これ以上はさすがに申し訳ない。バカな！私を無視するな！
ずっとここにいたぞ。最初からずっとな。すみません、気づきませんでした。一体いつから気配を消せるようになったんですか。俺が気づかないなんて相当のものですよ。いや、考えようによってはいろいろと有効活用できる特技だ。隠密行動以外には使い道がなさそうだが、けれどまあ今回の会合よりは意味のあることだろう。今回もひどかった。何も決まらないのはいつものことだが、なんというか。ああ、あれもひどかったな。誰とは言わないが、あんなに乗り気で会議をめちゃくちゃにして、いつものこととはいえめまいと頭痛がした。どうしてこう毎回毎回問題を起こすのか。だが根本の原因である会議もしばらくはない。会合期間が終わるといつも安心する。お前ら私のことがそんなに嫌いか。抱きしめてもいいか。それだけでいい。抱きしめる以上のことはしないから、少しだけ。たまにはゆっくり休むことも必要だ。働いてばかりでは気がめいるし、集中力も低下する。休憩の時に君が一緒だともっといい。君が一緒なら体だけではなく心まで休まるからな。そうか、それはよかった。俺もお役ごめんだな。元気になったのなら。時計屋か。いや、君が初めて付き合ったという男と帽子屋が似ているように、時計屋と俺は似ているのかと思ってな。人は代わりを見つけるものだ。共通点の多いものを選び代わりにする。俺と時計屋は似ていないか。思い当たる節はあるようだな。だが重ねられるくらいには似ている部分があったんだろう。向きになって否定しなくてもいい。
君は時計屋と恋人になりたかったんだ。君は時計屋が好きだったんだろう。隠さなくていい。君は急に時計屋と引き離され、ひどく落ち込んでいた。慰めになるならと思ったが。もう、俺は必要ないか。まだ必要なら続けよう。俺は時計をよく知らない。近づけた方がいいか。君と時計屋は恋人同士にはなっていなかったんだろう。同じ部屋で。分かった。時計屋の代わりをしてやろう。遊んでやるよ。君の望む通り。時計屋
らとの関係を真似てやる。なんだ。ああ、俺は時計屋とは違うからな。関係を真似ることならできても、いろいろと違うだろう。さあな、悪いやつだと聞いたんだろう。聞いた通りだ。本質までは変わらない。怖いなら遊びはやめておくか。奴のやり方など知るわけがない。同じにはできないぞ。俺は多分優しくはないと思う。その自信は後に取っておいてくれ。時計屋には悪いが、君が弾かれてよかったと思うよ。そうでなければ俺は君に会えなかった。君に会えなかったらこんな関係を築くこともなかっただろう。君はどうだ。俺に会えてよかったと思ってくれているか。そう思ってくれていたら嬉しいんだが、まあ思っていなくても思っていると言わせるがな。俺だけが思っているなんて不公平だろう。少し眠いな。悪いがもう寝てもいいだろうか。なぜ君に聞くのかって。もちろん君も一緒に寝るからに決まっているだろう。カードゲームはそれこそたくさんの種類やルールがある。俺はその中でも君とするゲームが一番好きだぞ。よかったら付き合わないか。話していたら君とゲームがしたくなってきたんだ。すぐに戻らなければいけないのか。何か急ぎの用事があるんだな。そうか、そういうことなら諦めよう。俺とのゲームが嫌でないということが分かっただけで十分だ。次はぜひ付き合ってくれ。